みなさん、こんにちは。再びミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座ということで、今回の動画はですね、4曲ほど洋楽を紹介させていただこうかなと思います。洋楽です、洋楽。同じコード進行をこうずっと繰り返していって、メロディーを変えたりとか、あと使っている楽器とかを変えたりする手法を、まあ、紹介させていただく予定なんですけれども、個人的に邦楽よりも洋楽の方が、なんかそういう割合がすごく高いような気がします。特にアメリカ圏の音楽はすごく多いような気がします。まあ、多いというか、日本邦楽でももちろんあるんだけれども、なんかヒットする割合が向こうの方が高いという言い方が正しいのかなという感じですけれども、まあ、そんな感じでございます。で、まあ、普通にいつも通りコードを書いてアナライズしていくだけでもいいんですけれども、ちょっと面白いかなと思って、こんな感じでキーボードと、あとこのルーパーという録音する おもちゃ。まあ、こんなのも使って実演して遊んでいこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。楽しんでくださいませ。ではでは、早速、1曲目に紹介させていただきたいのは、ベン・E・キングさんという人のスタンド・バイ・ミーという曲でございます。スタンド・バイ・ミー。まあ、むっちゃ有名な曲なので、知らない方はなかなかいらっしゃらないかと思いますが、タイトルは知らなくても曲は聴いたことあるという方、すごくいらっしゃるかと思います。いろんな人がカバーしてますけれども、ベン・E・キングさんの場合は、キーは B フラットで、言っております。で、一応、ディグリーでアナライズをしてみると、1166-4511というとってもシンプルなコード進行になっております。で、この曲の何がすごいかというとですね、なんで1曲目に持ってきたかというと、この曲、この8小節をイントロからスタートして、A メロ、サビ、A メロ、サビ、間奏、サビ、アウトロまでずっと繰り返すんですよ。4分ないぐらいの曲だと思うんですけども、ずっとこの8小節をひたすら繰り返していくのです。どういうことか、ちょっと実演をしてみましょう。やってみましょう。まずドラムパターンを入力してみます。こんな感じですね。今、8小節分のドラムパターンを入力したんですけれども、ここからちょっとこのベースといいますか、そのブン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 というベースの音を、まあ、入力していきます。ちょっと B フラじゃなくて A からスタートしてみます。A。この曲の名前、スタンドバイミーという曲名を知らなくても、このフレーズを聴くと、ああ、その曲ねってなりますよね。この曲なんです。で、今、8小節分入力をしましたけれども、ずっとこれを繰り返していきます。やってみましょう。A から。When the night has gone and the night is dark and the moon is the only light we will see.この8小節だけなんですよ。で、途中でそのソロみたいなのが入ったりとかして。すればひたすらパフォーマンスをしていくことが可能ということでございます。まあびっくり。まあびっくり。本当に8小節しかないのです。スタンドバイミー、恐るべし。
まあ、そんな曲もあるということです。こんだけシンプルでも曲は作れてしまうし、ヒットソングになりうるということでございますよ。まあ、音楽というのは本当に、ね、奥が深いというか、面白いものですよね。で、その次に紹介させていただきたいのが、ファレル・ウィリアムズさんという方の「ハッピー」という曲。2013年の後半だと思うんですけども、まあ、ディスカブル・ミーという映画があって、それの主題歌だったわけなんですが、2014年かな。ちょっとその辺曖昧ですけど。まあ、その主題歌、映画を抜きにしてもめっちゃヒットしたので、まあ、知っている方も結構多いかと思います。街中とかね、その CM とか、CM じゃないか、まあ、街中でも結構流れる機会があったと思うので、曲名知らなくても、あ、その曲ねとなる曲だと思うんですが、どうでしょう。この曲、コードを書いてみると、まあ、またシンプルでこんなもんです。僕はこの曲は A フラと、判断しているので、このままディグリを書いていくと6セブンス。で、ここは4336。こんだけですよ。まあシンプル。まあシンプル。これしかコードないんですよ。最初、A メロはひたすら F セブンスです。今せいかいぜばらばせいみたいな感じで。で、また F セブンスで。サシャリスキー、You can take a breeze. I'm on forever room that goes space. With the air, I got okay, baby, by the way. Because I'm... の後に来るサビも、この4小節だけっていう、この笑っちゃうぐらいのシンプルさ。A メロ、F セブンス一発ですからね、ずっと。じゃあ、ちょっとこのところやってみましょうか。この4小節。まずドラムからまた入力して実演をしてみたいと思います。こんな感じですね。で、ちょっと C からやってみます。はい。まあ、これで入力は完了でございます。他の楽器もいってみましょう。If you feel like a roof is out of roof Because I'm traveling If you know what the happiness is in a juice Because I'm traveling If you know what the happiness is to you Because I'm traveling If you know that that's what you wanna do こんな感じで。ずっとこの4小節がひたすら繰り返していかれているということが分かっていただけたかと思います。本当にこの4小節でそのサビが構成されていくと。で、あの曲、なんか最後の方はずっとね、このハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピーみたいな感じで、まあ、ひたすらこのクラップが入って盛り上げていくんですけれども、あれの場合はまあひたすら最後サビを繰り返して、いろんなコーラスとかいろんなメロディーとかを入れることによって、まあ、ぐわっと盛り上げているという手法になるわけですね。あの曲、冷静に聴いてみると、パターンもシンプルですし、使っている楽器としてもすごくシンプルなんですよ。最初、ちょっとこのエレピの音と、あとアコースティックベースっぽいシンセベース、あとドラムの音、あとファレル・ウィリアムズさんの歌声だけと。でも、サビに入ってきたらね、その、位相だっけ、相違だっけ、なんかちょっと忘れちゃいましたけども、なんかそういうこの広がりを持たせるコーラスとかが入って、まあ、あんなに立派な仕上がりになっているということでございます。まあ、コードと進行としてはすごくシンプルということですね。で、同じように。なんか落ちてきました。滝沢ギター検定のときの抽選の玉ですね、これは。同じように、テイラー・スウィフトさんの曲もちょっとアナライズしてみたく思います。We are never ever getting together という曲でございますね。この曲もなかなか衝撃的なんですよ。コード進行を書いてみるとすると、パラパパ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 、こんだけ。こんだけです。する必要あるかどうかわからないですけども、一応コード進行をディグリで書くとすると、これだけ。スタンドバイミーの上を行きましたね。スタンドバイミーの場合は8小節でしたけども、こっちの曲の場合は4小節だと。最初から最後まで、ずっとこれです。やってみましょう。また実演してみましょう。こんな感じでしょうか。まだキーを C じゃなくて、ちょっと D とかにしてみましょうか。キーを変えてやってみます。最初は G からスタートするわけですね。Let's try!
感じです。他の脇も入れてみましょう。わお、バッチリ。今の聴いていただいただけでも、本当にこの4小節でできているんだということが分かっていただけたかと思います。まあ、ちょっと今は、なんだっけ、なんかキー変えてやったんですけれども、本当はまあその、ね、C からなんですが、G からやったのかな。ちょっとまあキー忘れてしまいましたけれども、ちょっとまあ転調してやってみました。こんな感じの4小節でできている曲もあるということですよ。まあ、素晴らしいです。ちょっとついでに、あれもやってみますと、テイラー・スウィフトさんで、その最近その Shake It Off という曲がめっちゃ流行ったじゃないですか。あれもまた同じ感じなんですよ。ちょっとこれはおまけ話ですけども。Am から C… なんだっけ ?Am。キーが確か G だったと思うんですよね。なんで、この Am。てん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 。こんな感じのコード進行だったと思います。一応、ディグリーで書いてみますと、66じゃない、22だ。22、44、1111。こんな感じの、シンプルなトラックになっております。ちょっとやってみましょうか。で、あの曲はサックスから入っていくので、やってみましょう。こうかな。こんな感じですかね。で、ちょっと今キーを変えてやったので、A かな。
まあ、こんな感じで、ちょっとどうでしょう、実演してみましたが、8小節でひたすら繰り返されていることが分かったかと、分かっていただけたかと思います。で、まあ、最後に、マルーン5。なかなかいい感じで、この動画も長くなってまいりましたね。最後にマルーン5さんで、サンデーモーニングで曲があるじゃないですか。そのサンデーモーニング。あの曲をちょっとこう取り上げてみたかったんですけれども、ちょっとそろそろ僕、家を出なければまずいので、ちょっとサクサクっと終わらせてみたいと思います。サクサクっと。あの曲、Dm、G、CC、まあ、こんな感じの、あれですよ。で、ずっとこれがひたすら繰り返せると。ひたすらリズムを。こんな感じでしょうか。で、ベースを Dm からスタートさせて。こんな感じで入力してみると。で、Dm から。みたいな感じで繰り返していくよということを紹介させていただいたんですけども、ちょっとそろそろ出なければまずいので、この辺で終わりにしたいと思います。洋楽にはシンプルなコード進行が多いので、その辺要チェックだぜということです。メロディを変えたりとか、使っている楽器とかを変えたりとかすれば、まあ、いろんな曲が作れる、まあ、いろんなヒットソングが作れるということを、覚えておいてください。はい、では、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。